君と僕を足し合わせて開けた開けた笑ったり感動したりしたい。その中で君がパクチーが苦手だったことを知る。僕がフルーツインカレーが NG とかを知るのさ。何が正しいのかを争うんじゃなくてそれぞれ大事にして混ぜて美味しい未来を作ってゆける。実際毎日上手に乗りこなせるわけじゃない。部屋も散らかるし言葉も肌荒れするような。サウナに入るのがおすすめ。日々で散らかっちまった脳みそのシワも伸びるよ。君の寂しさも蒸発するよ。荒れてずうざらした君が熱で柔らかくなる。日々で散らかっちまった君をリセットリセットリセットする。90度の熱に触れて君が少しだけ昨日より優しく誰かを思いやれればいい。90度の熱に触れて君が少しだけ踊れる日々になればいい。今すぐサウナへ行こう。まあ例えるとテトリスみたいなもんだ。積んで積んで積んだ感情うまく噛み合わずに肩が凝るね。一回ゲームリセット。頭と心を軽くしないとやり方を知らないならこういうのはどう。サウナに入るのがおすすめ。日々で散らかっちまった脳みそのシワも伸びるよ。君の寂しさも蒸発するよ。荒れてざるざらした君が熱で柔らかくなる。日々で散らかっちまった君をリセットリセットリセットする。90度の熱に触れて君が少しだけ昨日より優しく誰かを思いやれればいい。90度の熱に触れて君が少しだけ踊れる日々になればいい。今すぐサウナへ go。 90度の熱に触れて君が少しだけ昨日より優しく誰かを思いやれればいい。90度の熱に触れて君が少しだけ踊れる日々になればいい。今すぐサウナへ go。